このチャンネルではワンコとお出かけした場所、ワンコとの暮らしの中で役立つ情報などを配信しておりますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。今回は満開になった京都の桜を見に来ました。手上げインクラインへ向かいます。さすが人気のスポット、早朝からすごい人出でした。一番有名なレールは砂利道なので、ワンコは少し歩きにくそうです。人間もこの道は疲れやすいので、歩きやすい靴で行かれることをおすすめします。やはり草や土のあるところの方が歩きやすいですね。手上げインクラインは約90本のソメイヨシノが植えられているそうです。廃線跡と桜が彩る情緒あふれる風景です。もう一つのおすすめのドライブスポットをご紹介します。川端通りを出町柳駅からさらに鴨川沿いに北に進むと桜並木が現れます。鴨川と桜がとっても美しいです。日中はバス道でとても混む道なので、早朝か深夜がおすすめです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。